人口約13億人が住み、今なお経済成長が世界的に注目されているインド。そんなインドの深すぎる闇をご存知でしょうか。インド西部コルカタ、インドにおいてデリーやムンバイに次ぐ第3の都市であり、世界屈指のメガシティとして知られています。喜びの都市としても知られている場所ですが、ここにインド最大の闇がありました。ソナガチという名前をご存知でしょうか。ソナガチはコルカタに存在する世界最大級の売春街で、この場所は闇が深すぎるという理由で旅慣れたバックパッカーでさえ避けることが多い場所です。ソナガチで娼婦の元で生まれ育った子供たちの生活を追った未来を映した子供たちというドキュメンタリー映画が2004年のアカデミー賞でドキュメンタリー賞を取ったことで、その名前が一般にも広く知られることになりました。売春街自体は世界中にいくらでも存在し、職業選択の自由という点で売春が合法である国であれば、その行為自体には問題はありません。インドでも売春は合法であり、その行為自体には一切問題はないです。ではなぜインド最大の闇と言われるのか。それは人身売買によって強制的に働かされている女性が数多く存在するからです。人身売買というと遠い過去の話と思う方もいるかもしれませんが、現在でも年間250万人の被害者がいると言われています。被害者の多くは貧困地域の人々で、騙されて売られる人もいれば、生活のために家族に売られてしまう人もいます。インドにおいてはネパールからの人身売買が多く、この問題はたびたび取り上げられています。ネパールからインドへは毎年7000人もの少女が人身売買されていると言われており、さらに少女の値段はわずか数万円で取引されているということで、その悲惨さがよくわかると思います。売春宿に売られた少女の生活は過酷で、狭く汚い部屋に閉じ込められ、昼夜を問わず客の相手をさせられます。しかもいくら働いても自分の手元には1円も入らず、粗末な食事を与えられるのみで、エイズにかかるか客がつかない年になるまで延々と働かされ続けるのです。日本語でも英語でもソナガチに関する多くの記事が出てくるのですが、どの記事においても街全体が公衆便座のような悪臭がし、明らかに他の地域とは違った重苦しい雰囲気だったといったような表現がされています。それもそのはずで、自分の意思で働いている人が多くなく、人身売買され薬漬けにされて働かされている女性や、親に強制的に働かされている女性が多く存在するからです。さらにこの地域では女性の値段は平均500ルピー、日本円にすると約800円と、他の国では考えられないような金額で働かされていて、しかもそのわずかなお金さえも彼女たちの元に入るわけではないのです。さらに闇が深いのは、この地域では年齢関係なく働かされているので、18歳未満は当たり前で、10歳未満の子供も少なくないというので、かなり闇が深いことがわかるでしょう。このことはインドやネパールにおいてもかなり問題視されていて、実際に警察による摘発もたびたび起こっています。しかしインドにおいてはインドマフィアの影響力が強く、逆に警察が殺される事件も発生しており、完全に闇を断つことが困難になっています。ソナガチやデリーの GB ロードではマフィアが関わり、犯罪の温床になっているということで、現地の人でさえ行きたがらない場所になっています。こうした地域の被害女性を救うためのインドやネパールの支援団体というのはいくつか存在するのですが、マフィアが関わっているということで救える女性の数は多くはないようです。ということで、いかがだったでしょうか。魅力的な部分も多いインドですが、こうした深い闇も存在しているということをお伝えしました。私たちには支援団体に寄付をするということぐらいしかできないのですが、この現状を知っていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。